こんにちは、ダイスです。今回はポケモンスカーレットバイオレットゼロの秘宝でもらえる伝説のポケモン捕まえに行こうと思います。ということで、おやつおやじさんから次のおやつもらいましょう。お、ブルーレックミッション30回っていうことは、スカーレット側でブルーレックソロでもらえるおやつですね。お、スイ君来た。スイ君の子供おやつ。スイ君ってポケモンはね、とっても珍しくて滅多に会えないんだよ。スイ君といえば、僕が若い頃にね、ある日パルデアの有名な湖でスイ君を見かけたからね。ん？僕とスイ君どっちが早く岸まで泳げるか競争しようって言ったのね。よーいドンって泳ぎ始めたら、スイ君は水の上を走るから早くてね。さすがだね。こっちは人間だから背泳ぎだよ。待って、背泳ぎで行ったんですか？え？いい勝負だったんだけどね。え、いい勝負？どれだけこの人すごいんだろう。ギリギリ負けちゃったんだ、背泳ぎで。すごいね、おやつおやじさん体力がやばいんですけど。もうとりあえずなんですが、有名な湖といったら、まあ、ここですよね、王者の湖。どの辺なんだろう、岸までみたいな感じで言ってたから、あれかな、どっかのこう真ん中とか、なんかちっちゃいとこにいるんですかね、もしかしたら。今まで使われてなかったとこで言うと、まあ、こことかこことかですよね。こっちはストーリーで使われてたし、ここはもう行けるようになってるとこだし、ここも確かなんかで使われてたはずだから、なんか違うとこな気がする。ちょっと移動しましょう。一番近いとこだとあれかな、やっぱり小島かな。行きます。はい、ということで王者の湖来ました。今いるとこがここで、怪しいのは今まで使われてないこことかこことかこっち側だと思うので、飛んで確認しに行きましょう。やっぱ良さそうなところに行きたいので、ちょっと上からね。あ、でもさすがにちっちゃいとこはいないかな。大きいとこかな。さすがに小さい島にはいない気がするんですけど。いないですね。いないいない。じゃああっち行きまーす。いや、滑空ほんと楽。慣れるとね、めちゃくちゃ楽ですよね。おお、なんかいた。なんかいた。すごい大きい。大きいポケモン見てたら小さい方に当たりましたね。ちょっと待って、逃げなきゃ逃げなきゃ。うっ、いた。びっくりした。スイ君こっちなんだ。え、待って待って、コライドどうした？ジャンプしたら治るやつだねこれね。たまになりますよね。今日なんか決勝もあったんですけど、こっち来てなくて。うわー、スイ君かっこいいな。ここまで泳いで、あれかな、来たとこなのかな。いや、いいですね、めちゃくちゃかっこいい。こんにちは。雨降ってきた。ちょっと待って、スイ君性雨大丈夫ですか？強くなったりしません？これちょっと怪しくないですか？そんなことないです。一応レポート書いて頑張りましょう。すすいになって、スイ君ってすすいでしたっけ？なんかもうちょっと違った気がしたんだけど。あ、すごい、 BGM がアレンジだ。これそうですよね、アレンジだった気がする。すごくいい BGM してるっていう話をしながらね、クイックボールはちゃんと今回も投げますね。まあ、一発じゃ入んないと思うんですけどね。さすがにね。お、ミラーコート持ってるんだが。キノコの胞子。スイクに関しては、図鑑というか、工作、ホームから連れてきてないんですよね。実は、行けるようになったとは知っていましたが、やめていたので、マークがね、ついてないですね。これで峰打ち。
うわ一発か。あれですね、頭のとこのあの結晶ちょっとカクカクしてるんですね。ツルツルなのかと思ってたんだけど、なんかちょっとカクカクしてません？光の加減の当たりが違いますよね。なんか削り出しみたいな感じになってるの知らなかったです。さあ頑張ろう、いけるかな。峰打ちの数が多い、硬いね。4回5回どっちかですね。頑張ってキノガッサ。よしまだ起きない。ちょっとドキドキしてきましたドキドキしてきた。目で峰打ち、はい。あ、起きちゃった。あれミラーコートしかしないのかな。そんなことないですよね、スイ君だったら持ってそうな技結構ありますもんね。とりあえずこれで捕獲行きましょう。まあボール的には今まだ夜でいいのかな。ちょっと怪しい時間帯になっちゃった。ダークボールから始めますか。まだ夜かな、枠的には。もう明るくなり始めるからダークボールは使わず、ハイパーボールとかな。あ、やっぱ雨乞い持ってるんだね。雨乞いしてから何してくるんだろう。ミラーコート、雨乞い、何かな、何かな。スイ君持ってる技か、ちょっと想像できないですよね。うわー全然入らない、すぐ目が覚めるですさあ神通力、これはまああると思ってましたけど、なんとかなりそうですよね神通力だったら。でも雨乞いと神通力とミラーコートでしょ。多分水タイプの技入れてると思うんだけど、何が入ってる。アクアブレイクとか覚えたか忘れちゃったんですけど、それ系かな。よし行きます。次こそはハイパーボール入ってくれるんじゃないかな。お、雨乞い終わりましたね。ダメ？あと本当にすぐ目が覚めるので、これは時間がかかりそうな感じがしますね。その最近入手した伝説のポケモン何体かいますけど、すぐ入る気がしないんですよね、スイ君。これはなんか時間かかりそうな予感です。タイマーボールのターンまでちょっと回した方がいい気がしてきました。なんだろう、水の中で生活してるのかな、スイ君って。ダイブボールとかダメ？入ったら素敵ですよね、ダイブボール。あれ?2回回るの？そんな回らないと思ってましたけど、なんかちょっといけましたね、ダイブボール。ネストはさ、あ、でも野生のスイ君なのかな。さすがにネストボールに入ったスイ君はちょっと欲しいですけど回りもしないですね。いろんなボール投げたいけど、なんですかね、なんだろう。ヒールボール、クリティカルとかで入ってくれるといいんですけどね、ヒールとかの時に。はい、パルデアも朝になっちゃいました。ダークボールが使える時間帯が終わりましたね。はい、この方針結構かけましたよ。方針タイマーボールいきましょう。もう10ターンはいってるので、15くらいまでは多分いってると思うから、いけるんじゃないでしょうか。タイマー、お、
あ、来た。さすがタイマーボール。一発タイマーでしたね。これはびっくりだ。確かすごい古い記憶で忘れてるんですけど、確かウルトラサンムーンのあのホールの中、ウルトラホールの中でスイ君と出会った時もタイマーボールだった気がするんですよね。ということで、まあ、ちょっと寝ちゃってる状態ではあるんですけど、スイ君入手できました。早いな、動き。かっこいいね、スイ君。早い。これはなんかついてきてくれる。あ、全然ついてくるじゃん。水の中はスイ君と一緒に来る。あ、これ歩くんだ。さすが、あのおじさんが言ってたのと一緒ですね。スイ君は上の水の上を走っていったって。え、これは嬉しい。めちゃくちゃ可愛いんですが、やっぱ立ち場、さすがスイ君ですよね。この立ち姿は素敵だ。はい、ということで今回はね、スイ君の入手できました。まだまだおやつは残っているので、また集めて伝説のポケモンまだ持ってない子たちをね、入手頑張ろうと思います。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you!